ナムナムタイヤ。いや、はい、まあ、てな感じでね、まあそろそろちょっと寝不足ですよみたいなね、うん、声がハスキーになってきてないやって。え、それはね大丈夫なんですよ。もう飲む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 ってな感じで、そう、今日はハードな一日でした。ハードワンデイ。そうで、明日もね朝早く起きて夜までファイティンなので、ノムノムファイティン。あー、ほっとけよ。あー、ベリータイヤエブリデイ。いやー、舞台マジモリステージ、オーズベリーベリーエキサイティングステージ You think will I'm white。イエーイ。最近覚えた外国の言葉は韓国語、おっとけよって、どうしよう、おっとけよと、あとありがとう、コップンカーかっていうのとか、そう覚えました。そう、お話し会の時になんか海外の方も来てくれるんだけど、なんかそう話したくて、そうで、なんか海外の方がちょっと言葉に詰まったりするとすぐその持ってる携帯で何々語何々って調べてすぐ見て、あとなんかこうやってコップンカーとかって言うと、そう喜んでくれるから、そう私もね、ちょっとメモしていこうかな、これから紙に、なん、あの言葉はこういう言葉だよって、そう調べる時間がさ、ちょっとタイムロスだから、これからは紙に書いていこうかな。そう、海外の方も結構来てくれる。昨日もとてもタイの方とか韓国の方とか中国の方とか、うん、いろいろインドネシアの方とか、ありがたいですね。もちろん日本の方もありがとうございます。そう、オンラインだからこそね、そうやってできるのかもね、今はね、コロナがあるから。うん、ピザにタバスコかける、だってピザにタバスコかけない、あんまなんかかける時間があるなら食べるって感じかな。口に運んでる、いつの間にか。
ピザ作るなんて、だってピザ今日は買ってきたピザです。辛いのはねあんま好きじゃない、苦手かな意外と、適度に辛いのは美味しいなって思うけど、あんま辛すぎるとさね、あんまりちょっと苦手かも。なんか今日本当にレッスン場が暑くて、めっちゃそう座ってる席はねあのめっちゃ寒いんだけど、そう暑くて、まさかの踊ってる時めっちゃ汗かいた、痩せた。あね、なんか私が昨日さ17ライブでなんかお話し会のスケジュールとかファンの方が教えてくれるってね言って、スケジュールを管理してくれるって17ライブでありがとうってお礼したら、それがサンスポコムさんで記事になって、そうなぜかね、そう小田エリナスケジュールファン感謝みたいな感じで記事になって、しかもヤフーニュースにもなって、そうなぜかえこの内容で大丈夫ですかって思ったんですけど、そうありがたやって感じで、そうニュースになってた。そう私んとこだけ、そうびっくりした。なんでだろうね、なんかその意思を聞きたい。そうなんであの話題を記事にしたんだろうっていう、そう聞きたい、なんでだろう、なんでかな。そう意図は何だろう。でも記事にしていただきね、本当光栄ですね、うん。そうでヤフーのさコメントも来ててさ、そうなんかなんでファンがスケジュール知ってんの怖いみたいな感じでさ書いてあったけどさまあそういうことじゃないんだよね。なんかその全てのスケジュールというかお話し会とか、なんか私今の活動さほぼ出ちゃってるからさ、なんか世に、そうそうお話し会とか、なんか舞台とか、そうちょっと受けましたそう私のファンはこんなに優しいのに、そう私のファンが勘違いされてるって思って、そうでも皆さんはねそのコメントに負けず、あのこれからもいろいろ私の情報をね得てくれたら嬉しいと思います。にらめっこ強い、にらめっこはあんましないかな普段。でも今度ねメンチ合戦あるからめっちゃ楽しみ。マジムリ学園さメンチ合戦って企画あんだけど、当たったらよろしくお願いします。メンチ切ろうぜ。ちょっとどういう感じの企画か全く分かんないけど、まあ楽しみ。
そう、でも私みんなあのファンの方だとそんなメンチ合戦したら多分普通に笑っちゃう。楽しくて面白くて普通に笑っちゃいそう。真剣にメンチ切って、メンチスマイル、メンチスマイル、いや楽しみだな。ユーカリンは刺激なんだ。そう、エイトリオが癒しだった。ユーカリンはやっぱ刺激的だから、結構大人の女性って感じで、結構刺激的な服とか着るからちょっと刺激的って感じ。と17ライブの話ね。初見です、初見。エリちゃんコスプレとかしないの？だって、コスプレグッズ持ってないや。ハロウィンぐらいしか持ってない。私がコスプレしたいのは、今日から俺はみたいなやつです。モヒカンとかで、学ランでボンタンでモヒカン、メンチ切る気満々じゃん。メンチ合戦負けない。モヒカンリーゼントでは、だってモヒカンリーゼント違うのかな、モヒカンとリーゼントって。短ランと長ランどっちがいい？だって私は短ラン派です。短ランがいい。長ランもいいけど短ランの方がスタイルよく見えそう。短ランでボンタンがいい。長ランだったらボンタンじゃなくて普通のズボンがいい。学ラン着たことない。着る機会なくない？
涙袋。学ラン大好き。学ラン欲しい。学ラン。学ランいいよね。絶対ブレザーより私はね、学ラン派。第二ボタンとか都市伝説じゃね。第二ボタン、卒業式とかに第二ボタンって言葉一回も聞いたことない。現実でみんな第二ボタンとかやってんのかな。マジ伝説だと思った。リアルにある。もらってる子いた。第二ボタンあげたことある。マジ。俺あげた。あるみたい。後輩にあげた。あげたことある。やば、あげたことある人めっちゃいいんじゃん全部なくなったよ。ちょっと嘘っぽいなそれ。後輩にねだられた。本当ですか皆さん中学の時全部なくなった。私は、僕はモテモテだったので全てボタンなくなりました本当ですかマジで。めっちゃモテモテやん。コメント欄みんな、確かに。どうやって渡すの第二ボタンとか。引きちぎれんのあれって。ハサミとかでキーってピッてやってこうやって渡すのかな。これで引きちぎんのかな。ブレザーネクタイ持ってかれます。引きちぎんだ。裏にボタン、裏ボタンもあるよ。裏ボタンとつながってる。スナップ式で取れるようになってる。全然知らないわ。学ラン、すごい力ですね。くっそーってボーンってボタンって、はいってすごいな。すごい世界だ。都市伝説だと思ってた。エリナちゃんこんばんは。こんばんは。代理卒業式そういう儀式なかったのって。なかった。全く都市伝説でしょ。しかも私卒業式本当になかった。なんで。卒業式の後は友達とプリクラ撮って、卒業証書こうやってイエーイって撮ったプリクラ。
てプリクラに遅刻した回数を落書きして、そのまま私は栃木に行きました。栃木で免許合宿やってたので栃木行きました。クラスの打ち上げとかにも行けなかった、ってかあったのか分かんないけどそう、普通に栃木に行った。回数覚えてるのがすごい。回数はあれに出てるの、通知表、通知表に回数が載ってるから。そう、成人式も行ってないし、そう、同窓会も行ってない、行けなかった。だから成人式とかさ、地元の成人式に行くのすごい憧れだったけど、そうテレビとかでよくやってんじゃん、そう成人式でみんなが集まってとか、すごい憧れだったけど、まあありがたいことにお仕事があったので、そう行けなくて。そうだから成人式ってどういうルールなのかね、全然わかんないんですよ。うん、AKB の成人式は出ました。振り袖はいっぱい着たよ、5種類ぐらい着た。お代理卒業式泣かなかった、だって中学校の時は泣いたけど高校の時は泣かなかった。なんか実感がなくて、そんな本当に卒業するのかなみたいな、そう感じだった。中学校はなんか本当にめっちゃ泣いたけど、高校はなんかそんな、学校もねちょっと早退とかお仕事であんま行けない日もあったし、なんか本当に卒業するなんてちょっと信じられなくて、高校はなんか本当に今日卒業式みたいな感じだった。そう、高校、そうなんか信じられなくて、そう結構栃木と、あの栃木の免許合宿と行ったり来たりだったから、その時期そうだったから、結構本当毎日が思い入れなかっただろうなというのは分かる。って思い入れはすごいあったの、なんか毎日がお仕事と学校とあと免許とで、もう忙しくて、結構もう毎日が忙しくて、だからそうなんか実感がなかった卒業っていう。そうでも高校のはねすごい楽しかったですけど、
そう、気づいたら卒業式って感じだった。パソコンは何使ってる？パソコンはレノボさんのパソコン使ってます。高校はね、あのね、文化祭とか出れなかった時あったんですけど、出なかったんですけど、なんかクラスの子が動画撮って、えりちゃんお仕事頑張ってねみたいな感じで動画撮って送ってきてくれたり、そう、なんかね、そう、なんかみんな優しかった。なんか学校も、あの仕事で早退する時もなんか行ってらっしゃいみたいな感じで、バイバイとかじゃなくて、なんか行ってらっしゃいみたいな感じで、そう、なんか送ってくれて、そう、なんかみんなすごい優しかった。で、学校授業とかノート取れない時もノート取ってってくれたり、そう、なんかみんながすごい尽くしてくれました、私に。今でも遊んだりします、高校の友達。毎日連絡してる。最近は高校の友達はなんか LINE してたんですけど、なんか LINE ってさ、アプリじゃん。だからアプリがさ、なくなっちゃったらさ、関係がまたなくなっちゃうじゃないですか。 LINE がなかったら連絡取れないし。だからでも最近って、最近出会った人ってそうじゃん。だからメールアドレス教えてって言って、メールアドレスと電話番号自分の送ったから、 で友達も送ってくれて、これで永遠に一緒だねって、そうそう、友達と、そう、メールアドレスと携帯の番号もゲットして、そう、つい最近本当に。そう、今最近本当にさ、友達になる人って LINE しか知らないもんね。ヤホーマンの正体がおだいりちゃんって知ってるの？だって知ってる。友達も一緒にやってたもん、ヤホーマンと、あといろんなキャラクターでツイッターのアカウント作って、そう、一緒にやってた。でもね、こうやって言っちゃうとさ、ツイッターで、あ、これかってちょっと特定されちゃうから秘密にしとこ。いや、中の人複数、ヤホーマンは私だけだけど、あと友達もそういうアカウント作って、私はあのネガティブなこと言ってる人にヤッホーって元気を届けるアカウントだったんだけど、その友達は、まあ、あるワードを検索してある言葉をかけてあげるっていう、そういう友達がいました。そう、それぞれ専門がありました。そう、みんな元気づける系。
構学生時代のエピソードやばいエピソードいっぱいある。なんかやばいっていうか面白いエピソードいっぱいある。今この格好したおでんちゃんとお話し会したい。だってピンク色の服だからかな。今何時何分だろう。予想しよう。9時10分。お、惜しい。9時9分か。昨日ね、いつの間にか寝てたんですよ、夜。まあ寝落ちとは違うんですけど、まあ、寝ようと思って、まあ、寝るまでの間 YouTube 見ようかなって思ったらいつの間にか寝てたっていうタイプで、まあ、寝落ちではない、まあ、寝落ちではない、まあ、いつの間にか寝ちゃってたよっていう話なんですけど、そう、いつの間にか寝てた。そう、寝落ちはしたことない。本当にしたことない。いつも YouTube 見ながら寝てるの。そう、まず寝て、寝る体勢になって、まあまあまだちょっと起きれるよねって自分の脳に言って YouTube 見たり、そういろいろ調べたりして、あ、眠くなったなと思ったら携帯を閉じて寝るって感じ。だから私充電器、今日ここに充電器があってさ、めっちゃこうやって首がピュってなりました。そう、こうやってさ、ここにコンセントビューってあって、ここにこうやって充電器があって、こうやって携帯がここにあって、こうやって寝てたから、そうびっくりした。ここにあって、See you next time だって。Yay! See you next time。 最近ハマってる YouTube は、最近ハマってる YouTube、 昨日寝る前に見た動画なんだけど、あの藤井聡太さんと芦田愛菜さんの対談、伊右衛門の、あれめっちゃいい。そう、なんかね、とあの公開されて5日間立ってたんだけど、なんで誰も教えてくれなかったのってぐらいめっちゃいい動画で、藤井聡太さんと芦田愛菜さんの対談なんだけど、お二方とも高3と高1なんだって。でもめっちゃ言葉遣いが綺麗で、なんか今の高校生てか結構イエーイって感じで、まあ、TikTok とかイメージなんですけど、でもほんとめっちゃなんかね、高校生、今のなんかイメージ、私のイメージしてる高校生とはもう全然違くて、そう、なんかね、すごい大人だった。なんか自分よりも全然大人の会話って感じで、そう上品で、そうで、しかもなんかお互い話してる、なんか話してなんか読んでる感じ、相手の発言を読んで、もう何個先も言葉を、なんか何個先も見えてる会話みたいな感じで、なんかすごいね、素敵な動画でした。
落ち着いてる、そう、特に立派な二人、本当に。そうだからそれすごすぎて、なんかツイッターで、え、この動画すごいってつぶやこうとしたら、なんか焦って普通に全然文章書いてないのにツイートしてて、え、やばって思ってやばいやばいって、全然文章書けてないなんかのにツイートしちゃって、ツイ消しして。だから皆さんぜひお時間があれば藤井聡太さんと芦田愛菜さんの動画見てみてください。サンシャイン池崎さんのうっせぇわ見ました？って見てない。うっせぇわ、最近ハマってるお菓子はなんだろう、なんだろう、なんだろう、最近ハマってるお菓子、飴、のど飴かな。SK48 の鎌田夏樹さんが藤井聡太さんと対談してた。めっちゃ羨ましいなって思った。最近じゃがいも食べてない？食べたよ、今日も食べた。今日のおにぎりの具は唐揚げ、マヨネーズ。スタバのバナナっていつからなんだろう、早くさ飲みたい。でも桜もバナナ始まるってことはさ、桜終わるってことだよね。早く桜飲まなきゃ。明後日から、桜飲みたい。シフォンケーキも食べた。シフォンケーキ2つ買った。今日はシフォンケーキ2つとおにぎり1つ買った。スタバナナ早く飲みたい。17からかバナナフラペチーノ、やばい、突然ののが毎日ちゃんと食べてます？めっちゃ食べてる。今日もピザ、さっきピザ6枚ぐらい食べた。6切れ。ミスドの新作食べたい。あ、ミスド、なんか抹茶だっけ、美味しそう。野菜食ってる？だって野菜食べてない。あ、じゃがりこ、焼き鳥味か、あれ。
ケンタッキー好き。今日ね、骨がないチキン食べたいなってずっと思ってたんです。野菜食べたい。食べなきゃ野菜。今日本当に野菜一個も食べてない。マジで。朝ごはん、なんか芋の、お芋のペースト状のなんか、あのコンビニに売ってるスイーツと、あと普通にパンにチーズ乗せてピザソースかけたやつと食べて、で今日お昼ごはんおにぎりとシフォンケーキでしょ。でお菓子いっぱい食べて、じゃがりことポッキーとって食べて、で家に帰ってきておにぎりとピザ。てかさあ、でもおにぎりに海苔ついてたから、海苔、野菜、今日唯一の野菜、おにぎりの海苔。海苔は野菜じゃないよ。だって、マジ海藻らしい。じゃあ今日私野菜マジノーだわ。ゼロゼロ野菜。じゃがいも取ってるよ。いや、じゃがりこね、今日焼き鳥味だったんだよ。あ、でも芋かな、それも。焼き鳥だからな。なんかさ、サラダ味とかだったらまだサラダだけど。じゃがりこ。焼き鳥味だったんだよね、チキン。あ、安納芋のペーストのやつ？あ、それは野菜かな。でも安納芋だからさ、デザートだから今日ほんとマジゼロです、野菜。明日は野菜食べよう、ちゃんと。何がサラダチキン食べればいいですか。明日サラダチキン食べようかな。そう、チキン食べたいからさ。なんかさ、きゅうりの一本漬けさ、コンビニたまに売ってるけどさ、行くコンビニ売ってないんだよね。夏限定かなあれ。あー、野菜食べなきゃ明日は。まあてな感じでね、野菜というものはビタミンが含まれていてすごく健康にいいので、野菜はね毎日食べた方がいいなと思います。皆さん、まあお後がよろしいようで、本日の配信はこれにて終わりにさせていただきたいと思います。ではではでは、最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位、よしよしアットエリエリオー。12位、筋肉愛好家。11位、ひのと。10位、ソニーアットおだし。変わった。13位、ひのと。12位、 YSA73。 11位、まあアットおだし。10位、ソニーアットおだし。9位、中堅。8位、直樹。7位、ハリソン。6位、あやかん。
5位ポッティアットおだし、4位みやちゃん、3位ボマ、2位マッカーシーアットおだし、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。では皆さん、また明日も配信するのでぜひ見てください。ではバイバーイ。